はい、それでは、大谷原選手に来ていただきました。本日の試合を振り返ってみていかがでしょうか。まあ、今日のゲームは、カテゴリーが、3つ上の相手だったんですけど、まあ、その中でも、まあ、自分たちが毎日トレーニングやっているもので公式戦、リーグ戦で出しているものを、まあ、今日も、ピッチで表現したいなっていうところで、まあ、前半に早い時間帯に2点入れられて、まあ、最初からそれがやれなかったのか、なんかこうさせてくれない難しさなのかはちょっとまだもっとできたこともあるなっていう、まあ、前半がちょっとやっぱまあ今年もリーグ戦でも入りが悪い試合が、何回かもあるんで、まあ、そこはちょっと、もっと良くしていきたいなと思います。それでは次節に向けて意気込みをお願いいたします。まあ、次は、リーグ戦なんで、まあ、ここしっかり勝ち切って、まあ、この連戦終えたいなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。では、熊谷監督に来ていただきました。本日の試合を振り返ってみていかがでしょうか。そうですね、素晴らしい、スタジアムと素晴らしい相手とできて非常に良かったと思いますし、まあ、この、ね、悔しさをしっかり、まあ、教訓として、JFL で勝って、そして J3 に上がれるように、準備したいなとは、より思いました。まあ、通用してた部分はあったと思いますし、前半も、奪ってから少しパスがずれてなかったりとか、ファーストタッチがしっかり収まったりとかすれば、まあ、複数得点取れるチャンスはあったと思いますし、まあ、後半も、まあ、少しね、チャンスは減ったかもしれませんけども、まあ、立ち上がりのところで2対2できるシーンはあったと思うので、最初の20分ぐらいは相手の、出方も少し合っているかなっていうのはあった中、まあ、自信を持ってプレーしていると、やっぱ通用するのはたくさんあったなと思います。なのでやっぱ開始の2失点っていうのは、非常にもったいなかったなとは思いますけど、まあ、やはりそういうところがね、個人の差っていうのは冷静に受け止めなきゃいけないと思いますし、まあ、じゃあこういう相手に組織として勝てるようなチームを、まあ、作っていき、まあ、その中で個人も成長していきたいなと思いました。はい、ありがとうございます。じゃあ次節に向けて意気込みをお願いいたします。はい、次節もうね、天皇杯は、負けたら終わりですので、もうリーグ戦に集中できるというところではポジティブなところだと思いますし、しっかりリカバリーして、いいコンディションでまたアウェーですので、挑めるように、そして3ポイント取って帰ってこれるように、栃木に帰ってこれるように、準備したいなと思います。はい、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。